ばんは。いやもう何？なんかママの友達はね来てるんですよ。めっちゃ喋ってる。配信してるから。酔っ払いか酔っ払いか酔っ払いなんですよ。ハロウィーハロウハロウィーハロウウィーンイベント。お化け、ああ間違えた。かわいいさ、ハロウィンのさ。もう本当に全ママうるさいってあん変なこと喋りそうなんだけど、ぴょん。はい、こんばんは皆さん、お疲れ様です。うおちゃま、カオキありがとう。いエンゼルさん、コウモリありがとう。エディさん、カオキありがとう。クリレーさんありがとう。こんなところにピラララララ、なんだっけ、コンディさん、コウモリありがとう。ロコシさん、帽子ありがとう。ピッテレーテレー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 。はい、発音が鳴った雑誌関東の初めには実が書いてた、ありがとう、嬉しい。いやいや、明日いよいよお話し会が始まるよ。ドキ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 。ゆるちゃん、カオケ10個ありがとう、ありがとうございます。ちょっと唇、明るくない色初日、あ、間違った、明日発音ラインツーショットだけ緊張本当、意外とでもそんなにあれですよ、あの意外と大丈夫。今日ね、あおいちゃんからお誕生日プレゼントをいただいたんですよ。見て、可愛くない？靴。あおいちゃんから靴のプレゼント。なんかこうモコモコなんですよね、すごくない？なんかこう毛
もなんかもこなんかすごいおしゃれなスニーカーを厚底かわいい靴を葵ちゃんがプレゼントしてくれました。ありがとう葵ちゃん、ありがとうございました。マジで履く、かわいい。私あんまりそういうのさ選ばない、なんかシンプルなやつしか選ばないから、なんかこうかわいいのいただいて嬉しい、嬉しいよ。ちょっと早く終わります、今日はすみません。はい、じゃあ飲んでください。はい、イエーイ。めっちゃ嫌だ。飲めよ、お前飲めよ、早く。もう本当に嫌だ。めっちゃ嫌だ。本当に嫌だ。さ気になる人がいる。そうなんですね。今日の夕食で瀬戸内のものをメインで使いました。何？瀬戸内は何ですか？魚？魚ですか？お母さんがね、お友達、お母さんのお友達がね来てるんですよね。なんかすごい、なんかすごい、もうほんと来てもいいって言われて、配信してないからって言った、あ配信するとき静かにしとくからって言われて、あじゃあいいよって言ったのに、あ全然聞いてくれないじゃないですか。ゆうじさん、ハートもありがとう。でもね、でもね、あのなんだっけ、あの何の話しようとしたっけ、いやあのそう STU の今のオーディションを受けてくれてる人も、年齢的に受けられなかった子もオーディション、これから受かる子も受からない子もまで来ると思うんですけど、もしかしたら全員合格もあるかもしれないけどまあそう、なんかみんな幸せになってほしい気持ち。なんか今回のオーディションはすっごく穏やかな気持ちで見てる、いや頑張ってと思いながら見てる。なんかね、みんな頑張ってみんな頑張ってほしいねそう、前半まで期間長いね。おー、まあ、確かにね、まだ始まったばっかりだし、でもなんかアクターズスクールの人たちだから、なんかすごいなんかもう顔も名前も公表できてるから、今までの感じとちょっと違いますよね。
おじさん年齢的に無理なので前初のマネージャーさんで全然一緒に行動しましょう一緒に行動しましょうね。すごい。でも私のオーディションの時もめっちゃワクワクしたなーって感じがすごい思い出す。天野さんだるまありがとう。オーディションの時ってすごいなんかドキドキとワクワクと不安な気持ちもあるけどワクワクしてるのがすごいね。入り浸った気持ちが結構不思議な感じ。めちゃめちゃみんな頑張ってほしい。そう、すごいオーディション来るかなっていうドキドキとめっちゃ楽しいやーっていう気持ちといっぱいありますね。私緊張したらね、なんか足とか手にね、なんか模様ができる。わかりますか？なんかヒョウ柄みたいな、なんか血管かなんかちょっとよくわかんないけど、なんかすごいザーってなるんですよ。この足とか緊張するとすごいなんか模様ができるんですけど。それをね、オーディション反問ってやつ、そう、それがもうオーディション受けるときは毎回広がってました。なんかエステだけじゃないんですけど、オーディション受けたのはなんかいろんな事務所のオーディション受けたんですけど、もうどこもこうシュワーってなりました。カラスありがとう、ハッピーハロウィン。ひそぽちゃんありがとう、棺桶。いえいえいえ、そうめっちゃそれで、あ、私緊張してるなってた。てれれれてれれれ、すごいダンス動画公開、このツイッターオーディションのツイッターすごい動いてますね。オーディション課題ペダルとセリンと来た道と、もやかちゃんが踊ってるじゃんもやかちゃんだよこれ。今日あった、今日のレッスンもやかちゃんだった。かわいいもやかちゃんめっちゃ好きなんですよね、萌香先生が。丁寧マシさん、カオケ 6×6 ありがとう。そう、あのミューミューの公演のバックダンサーで出てる方ですね。めちゃめちゃ好きな方です。今日レッスンで1分キープって分かるかな、プランクってなんか腹筋のなんか1分間キープするっていう筋トレがあるんですけど、私すごい筋トレがめっちゃ嫌いなんですよ。でめっちゃもやかちゃんにお尻を叩かれました今日。ペシッいや悲しい。パシッて叩かれて、今日めっちゃ叩かれたなちゃんとやれみたいな感じで、違う、ちゃんとやってるんですよ。久しぶりのね、もう
つも私ヤミレのポジションでやってるんですけど、それでも前回4ヶ月ぶりのユミリンのポジションでやって、もう今回もう全然やってないポジションでもうほぼ初めましてみたいな感じなんだけど、そのこうどっか行くのかな、コンビニ行くかな、そうなんかあのめっちゃ本当に全然やばいんだけどみたいな感じで、普通にやばいんだけどみたいな感じで、なんかやってたらめっちゃ私こっちだみたいなやつは、なんかもえかちゃんがかわいい、めっちゃかわいい、もうすごい好きなんでしょ。もうそのもえか先生は初めて会った時から私の推しメン確定演出って感じ、もう本当に好きなんですよ。もう会うたびに可愛いっていう言うぐらい好きで、めっちゃ筋トレ嫌いすぎ、いや本当に私本当に筋トレが嫌いなんですよ。もうあの本当にね、本当に嫌いなんですよね筋トレが。でもなんか待ってバブリーやばいバブリーきついみたいに言うと、たったこれでって言われて、いやまだいける感じで、はい、メカ先生好きなんですよ、可愛いんですよ、 K-POP アイドルみたいで可愛いんですよ。でででででペダルこいでまたさりの分だけ夢に近づけない、ド S の萌香ちゃん、いやほんまにド S、 萌香ちゃん無理だと言っているのにもかかわらず、えもう鏡越しで圧かけてくる、あいやまだまだこれからなんだみたいな言っちゃう。例えば最近のマイハのマイブームを見てください。じゃじゃん、じゃん、この自作トレカっていうのを最近作るのにハマっていて、ももクロのアーリンさんとかかなこちゃんとかかなこちゃんとかなこちゃんとももたまいとアーリンこれに最近ハマってるんですよね。なんかこれはあのTikTok で作り方を調べて作ったんですけど、普通に写真をコピーして、写真を印刷して、あと厚紙に貼り付けて、これに入れて硬化ケース入れてシールでデコるっていうだけなんですけど、これを最近デコレーションにハマってるんですよね。でもこれマジでこれを作ったとって何をするわけでもなく、ただ自己満足はーいってなるだけなんですよこれはステイゴールドっていう私がももクロさんの中で一番好きな曲の衣装のアーリンと
花子ちゃん。なんか硬貨ケースをデコる人の心理がマジでよく分かんなかったんですよ。でもなんかすごい私は今ドハマり中ですね。もうめっちゃシールとか買ってやってるの。この硬貨ケースも買って、なんか本当にいろいろ材料を揃えて、今日新たにシールを買ってきた。この硬貨ケースをデコル界隈でこの有名なシールと、あと可愛いシール買いました。今日の新入り、これはこれがねキラキラしてるの。この2つがキラキラしてる、これを買いまして、なんかさ、こういうのにこういうのつけたら可愛いじゃないと思ってちょっと買ってきた。あとはもうこの界隈の必需品の丸シールをいっぱい買いました。丸シール、こういう丸みたいな丸いシールと、もう全部丸いシールなんですけど、丸いシール、これをデコレーションするのに使うんですよ。これ買うでしょ。これは丸いシールをペタ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 こう貼ってました、貼りました。かわいい、かわいい。マイハはももクロさんはアーリン推しなんですけど、なんか割と同じぐらいかなこちゃんが好きで、いやアーリン推しなんですけどかなこちゃんも好きで、なんかもう本当に一番顔が好きなのではないかというぐらい顔がすごい好きなの。とにかく顔とあの性格っていうか中身っていうか、なんていうかそのなんかちょっとおバカなところがすごく好きなんですよ。そう。でも箱推しではある。アーリンよりの箱推しっていう風に言ってるんですけど、なんかこの見てください、この可愛い笑顔。めっちゃ可愛くないですか？めちゃめちゃ好きなんですよ。顔も顔めっちゃ好きで、なんかちょっとね頭がね弱めなんですよ、桃高菜子さんは。そういうところも好きです。レニちゃんはなんかめっちゃ歌がすっごい上手になったなって、なんかちょっとめっちゃ上から目線なんですけど、まあ、それはみんななんですけど、なんかレニちゃんなんかより一層歌に磨きがかかったのと、見た目がバリ可愛いんですよ。いやみんな見た目がバリ可愛くてよくさみんな見た目が可愛い、いや可愛いんですよ。だってもうしょうがないって可愛いだもん。まあ DD なのでね、めちゃめちゃ顔も好きで、なんか歌により一層磨きがかかったなって最近思いました。最近、いや結構前か、いつだっけ。そう、いや本当にいいバランスだと思う、ももクロさんってめちゃめちゃバリオタクなんでバリオタクなんですよ、もうバリオタクなんですよ。なんかもうももクロさんに対する愛情は誰にも負けないぐらいオタクなんですよね。
どうしようもできない、もう限界オタクって感じ。ギャーギャー言うてるタイプのオタクですね。限界オタクってやつ、これがいわゆる限界オタク。こういうサーチってなんかやってみたい。なんかいい感じのないかな。いや、これを見てください。このこれにこのリボンをつけたいと思います。やっぱりなんかこの界隈ではこういうピンセットを使うんですよ。ペラッとね、ペラッとめくるじゃないですか。でチュイーって、うわーかわいいって、あ、釣れました。あ、でもこっちでもいい。あ、でもこっちかな、真ん中に貼ります。みたいな感じでこうデコレーションして楽しんでいくっていうやつ。でもなんか私結構さ、やればやるほどモリモリにしちゃうタイプなんだけど、まあ、多分そんなモリモリにしすぎても可愛くない。こうやってこれが最近の楽しみなんですよ。これを作ってみてニマニマしてるだけなんですけどニマニマしてますね。これはサンリオのシールをちょっと貼ってみた。でもですね、センスがないんですよね。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、センスがないからちょっとなーみたいなところある。ちょっとこれさ、なんかいい感じにしたいんですよね。でも本当にセンスがなくて、どういう風にすればいいのかわかんないんですよ。ペラペラっとめくって、うんうん、こんな感じでねやるらしい。ただ前はちょっと初心者なもんで初心者なもんでさ、どういう風にすればいいのかね、あんまりよく分かってないんだよね。こんなちょっと難しい。まあね、なんかグッズは買いたいんですけど、やっぱり高校生なので、まあ、ちょっとお財布の方に余裕がないんですよね。ってなった時にやっぱみんなこう作ればいいってなるんですね。こういうのってオッケーなのかな、何なんだろう。なんかさ、こういうのを作るのはいいけど、こうこれをじゃあ売ってお金にするとかってなると多分なんか良くない、なんとかかんとかじゃないですか。ただこれは自己満足で作って遊ぶだけならいいのか、なんかそれともそういうのもダメなのか、どうなんですかね。あんね、私はねよく分かってないんですよね。結局どうなんだいって思っちゃう。そう、なんか真珠のねシールね、どっかあるんですけどね、全然探し出せない。いや、どっかに貼ったかもしれないな、全部どっかに貼った欲張り。どこにいたの、探してたよ、
ちゃんも業者発注。自分で楽しむ分ならいい。ああそういう感じですよねきっと。あ見てめっちゃ可愛いやん神最近のマイブーム、みんなもまいはちゃんの写真を印刷してやってみてください。めっちゃ楽しいよ、ハマる。やってみて、きっとね素晴らしいものになると思う誰にとってって感じですよね。わかんない、なんか私こういうの好きなんですよね結構。なんかセンスはないけど、なんか作業、黙々と作業できるものが好きなんですよ。なんかアルバム作りとかも好きなんですよね、センスはないけど。そうか、なんか黙々となんか 図画工作みたいに黙々とできるやつめちゃめちゃ好きなんですよ。ずっとやっちゃう、こういうのハマる。かわいい。もう結構ねそういうの好きで、しかもね結構お手軽にできるのがいいところ。このでもちょっと印刷のねサイズを多分ミスってるんですよね。チェキぐらいの大きさしかないんですけど、こうやって写真を印刷するんですよ。写真を印刷して、厚紙をねここに貼ってあるの。なんかこういう普通の厚紙に写真がこうペタって貼ってあるんですよね。で、これあの袋になんかなんとなく入れてる。これ入れて。で、これとかと高価ケース。なんか4枚で100円ぐらいで売ってる100円ショップで買ったやつにこう入れて、本当はこれいっぱいになるぐらいの写真の大きさが良かったんじゃけど、なんか多分ね普通にね印刷ミス、いやまあいいんですけどね、これで自己満なので。もうちょっと大きく印刷されるかと思って意外とちっちゃくて驚きって感じで、こうやって入れたらもうあとはさっきのようにシールで飾るだけ。こうやって楽しいですよ。こういうシールをペタ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 ね貼るんですよ。でそしたらこうやってかわいいかわいい感じになるのめっちゃオタクさんじゃないですかって感じですよね。そうなんですよね、実は。結構普通にオタクなんですよねこれをだから毎日こう取り出して見てニマニマしてるだけなんですよねなんか寂しくなってきた。なんかさこんぐらいのさ大きさで印刷、この生写真はこれはでもね公式のやつを買ったのよ。初めて自分のお小遣いでももクロさんのグッズを買ったんですよ。可愛くてグッジョブグッジョブっていう、この新しいシールを買ってきた。なんか可愛いシール見つけたら
どこそこに可愛いシールが売ってたよって写真とともに初メールで教えてください。毎晩のこのこ出向いて買いに行くんでただなんかあの1個100円ぐらいだと嬉しい。あんまりね高いやつはなんかねひよってしまうんですよね。なんかもったいないってなっちゃう。今日は珍しくコーラを飲んでる。鼻が炭酸で鼻がやられた。のこのこ前歯でいきますよ。のこのこいきます。そうなんかこういう丸いシールしかさなかったからさ、丸いシールをさ貼って、あとはこういうキラキラのシールを買ってまた貼ろうって思ってね待っとったんよ。嬉しい。止まらなくなるからちょっと。もうこんなかわいいやん。もう謎の規制が出てしまいました。失礼いたしました。これが限界オタクの正体。かわいい。見てほら、うやられた。ありがとう。ちょっとあとは配信の後で限界オタク。ゆうじさん、お顔向きありがとう。これからもいっぱい増やしていきたいと思います。マイハンマジでこのトレカを、ん、自作トレカっていうのを作るためになんかね、これ知ってますか、このペーパーカッターみたいな、なんかこう紙をまっすぐ切ることができるこのシューってやるやつをね100円ショップで買ったんですよ。これ300円するんですよ300円ぐらい払えよって話なんですけど、300円するんですけど、わざわざ買ったんですよ300円で。これとあと厚紙とこのシールたちとこの硬貨ケースとね。えうん、楽しいんですよ。なんかね課題の合間にやったりするの楽しい。なんかこの前みんなにさお友達ができたんだってさ言ったじゃないですか、高校のお友達ができたよって。でまさかのその子がね言ってる曜日が全然違うんですよね。一生鉢合わないなっていう曜日に言ってるから、ちょっと前、はい、今度行ってみようかなと思うんじゃけど、嫌なんですよね私朝から動くのが。なんか私の学校はなんかちょっと特殊っていうか通信なので普通の高校ではないんですけど、なんか行ける曜日がねあるんですよいっぱい。でなんか2週間に1回朝から夕方まで行くか、週に1回夕方から夜で行くかっていう感じで、なんか決めなきゃいけないわけじゃなくてもう自分が好きな時に行ってくださいって感じなんですけど、で私は朝起きれないから週に1回夕方から行ってるんですけど、その子は週に2週間に1回の日を2日ぐらい行ってるんですよ。多分その取ってる科目がめっちゃ多くて、多分さてはめっちゃ早く卒業しようとしてるんですよちょっと待って、私も早く卒業したいって思ってるんだけど、高校ね、このままだとちょっと結構遅くなってしまいそうなので、ちょっと抜け駆けされても全然なんかだから会えないんですよね、なかなか。
今度行ってみようと思って。そう。幻。だからさ、みんなにさ、ちゃんとさ、なんかお友達ができたよって言ったのにさ、なんか全然さ、なんか全然友達の話しないじゃんってなんか言われそうでさ、本当はできてないんじゃないのみたいな、そんな寂しいことはないけど、早くまた会いたいよって思ってる。こっちは、あっちはどう思ってるか分かんないけど。で、一応友達は友達なんですけど、全然会えてないんだよっていうことだけ言っときますわ。遊びに誘ってみたら、確かに遊ぶ、ちょっと遊びに行かないって言ってみようかな。急に急に、ママたちどこ行ったんだろうね。どこでしょう。多分なんかあそこに行きました。ここの住民の共有スペースみたいな、椅子と机があるところ。あ、声聞こえますね。聞こえますか、外のママの声。あ、聞こえなかった。コミュ力高い。いや、陰キャですよ、ママ。陰キャだけど、なんかお酒を飲むとなんかすっごい陽キャっぽくなる。なんかね、毎日電話してるんですよ、最近。その、今日遊びに来ていただいてるお友達さんと。ちょっと、ストレスが溜まってるんじゃないですか。みんな今日金曜日だね。お疲れ様、1週間。うえい。明日着るコスプレの衣装、まだ1回も試着してないから、この配信が終わったら試着します。もうこれで試着してもダメやんってなってしまったら、もうちょっとドンキまで走る。ドンキまで走ります。いや、走れないな。なんか今日の涙袋が良くて可愛くて、草かいでしょね。今みち配信してる。おみちゅ、おみちゅ配信してるわ。映画見てるじゃん。配信する前にね、ちゃまくんに会いたいって LINE 送ったんじゃけど、あー、ちゃまくんの写真を送ってほしいの。ちゃまくんとみちゅの写真を送ってほしい。ち
シャバくんね、車に乗るとね、車酔いしてしまうんだってだからね、会えないんですよ私が未知の家まで行かなきゃもう一生行けないじゃん、もう一生会えないかもしれない。じゃあうん、配信してるわ、ほんまやね。あ、バスで東京に行ってバスで帰ってきたって言ってた。そういえば今日あったんよ、ちょっとみちょ帰るのって言ったら、いた方がいいって言われたけど、みちょ絶対いてよって言ってもいないと思った。みちょはもう絶対に一目散に家に帰ることを目標としているから、絶対引き止めても帰るだろうと思ったから引き止めなかった。方がいいって言って、うーいいって言った。どっちや。でも途中までいたの。素晴らしいよ。見てて素晴らしいと思う。なんか全てにおいてこんなに素晴らしい人もいるんだな、世の中にはって思うぐらい素晴らしいと思います。いやー、なんかさー、すごいいい人ですよね。いい人、素晴らしいだよ。3つ、え、見た目、中身、技術、3点倒立。まずはもう顔も100点で、その背の高さ もうすっごくちょうどいいし、なんか体はスリムだけど、なんかいい締まり方してるじゃない、なんかそのなんか綺麗って感じ。なんかただ細いだけじゃなくて、多分筋肉、筋トレも多分ちゃんとやってるからすごく綺麗な体なんですよね。バランスがすごいいいんですよ、顔も。そう。でも2つ目の中身はもう本当に誰に対しても優しくてニコニコしてて、なんか言葉遣いもすごく綺麗だしなんかしっとり、しっとり、いや、しっとり、おっとり、なんか誰からも愛されるぐらいの、もうあれをみちゅ苦手なんだよねって言う人は多分この世に誰もいないと思う
完璧、中身も気遣いとか優しさとか、でもなんか意思もちゃんとある、自分の意見もちゃんと言える、譲らないところは譲らないみたいな、そういうところが基本優しいしいいよって言うんですけど、自分がここはって思ってるところはちゃんとそれ言ってくれるところがすごくいいと思いました。で、最後技術は、あとその中身は、あの中身で言うとすぐ努力ができる人だと思う。何ができんねん、ん？何ができないのって思う。技術はだってもう歌もダンスもできるし、運動やらしてもできるじゃない？勉強もできるし、もう何、なんかあのサッカーのリフティングだけめっちゃ面白かったけど、ギターとか音楽もできるし、英語も喋れるじゃん。知らんけど。本当にすっごい。マイハが飼ってるところはもう身長ぐらいしかないよ。本当に素晴らしいと思うのよね。以上3つの素晴らしい点でした。どうですか？どうでした？どうでしたか？納得いただけました？あ、たまに変なさスイッチ入るところもいいよね。たまにこう爆上げモードに入るところがまた可愛くて素晴らしくて尊い。でもこういう感じで、あのメンバーのいいところはほんまに全員言える。でも多分大体みんな見た目、中身、技術って言うと思うよ。でもその中身は違うよ、その話のない中身は。この人のこういうところが好き。でまとめるとこことこことここは多分一緒になっちゃうけど、さみんな違うとこがある。マジで全員分言えるし、マジでみんな好きなんですよね。八方美人って言われるんですよね。八方美人らしいわ。あんま自分の意見言わないからね。自分の意見がないあるのかないのかもよくわかんないけど、あの人になんか私はこう思ってるけどみたいなことは言わないから、八方美人って言われる。なんか大体みんなに対してうんわかるわかる、大体ずっと共感して生きてる。自分のいいところは興味がある分野においてはマジで伸びしろがすごいところ。興味がある分野は頑張る、頑張れる。なんか吸収をする力と頑張る力はちゃんとあるとあるんだなって思った。ダンスを始めてそう思った。私ってダンスってこんなに頑張れるんやって思った。ダンスのために嫌いな筋トレとか嫌いなランニングとかもしたし、もうこういうなんか、あ、頑張ることができる、いや一応頑張れるんやなと思う。あのなんかその波はあるけどね。え、もうダンスとかいいしってなってる時もあるけど、知らないダンス行くぜってなってる時もある。この時は結構なんかちゃんと頑張れるなとは思う。さあいいとこかね。最近はちゃんと自分のいいところも見つけられるように頑張ってるのよ。あとメイクとか研究とかもね、自分が興味ある分野においてはちゃんとできる。波はあるけど、全部波がある。はい、
ということでありがとうございました。皆さん明日はいよいよオンライン話し会初日なので楽しんでいきましょう。イエーイ。ではランキングを読みますなんかすんなりしちゃった。13位ダイナソーありがとう。12位オトピャンありがとう。11位ユさんありがとう。10位ザッキーさんありがとう。キティタン配信ありがとう。明日の話し会楽しみすぎる、ありがとう。マイハチモームさんイエーイありがとう。7位マイハチのワーク夜配信ありがとう。こちらワイトモモワイトモモ、あ違うワイトモモクリかあ、もうワイトモモ何それと思った。モモクリね、行きたい。私も行きましょう。6位ビッグエムさんありがとう。5位湘南のサラさんです。お疲れ様でした。配信ありがとう。こちらこそありがとう。4位ひさしありがとう。3位電脳さんありがとう。第2位ディディムさんありがとう。プラチナフラッシュさんとかね、購入していただいた方の感想すごい言っていただいて嬉しく思っております。森下家にはまだないんですけど、多分明日ぐらいには森下家にも来ると思いますので実はまだ見てない。みんなの方が早く見てる。まだまだ 見られた方は感想を教えてください。ということで今日も一日お疲れーション。明日の配信でお会いしましょう。せーのバイチャ、おやすみなさい